ほうれん草。今日もちょっとティーちゃんが遅くなるということなので、一人で作っていきたいと思います。まずはほうれん草で副菜作っていきます。じゃあほうれん草を下茹でしていきます。お塩小さじ1ぐらい、揚げていきます。じゃあ水気絞れたので切っていきます。はい、 OK。 で今日はキノコと一緒に炒めていきます。バター 10g、 ニンニク少々で、しめじ、じゃあほうれん草も入れていきます。味付けはポン酢大さじ1。いいと思います。じゃあ盛り付けちゃいます。はい、完成です。じゃあスープ作っていきます。先にスープに味付けしていきます。鶏ガラスープの素小さじ2、生姜、胡椒少々。じゃあスープ温めといて具材切っていきます。ネギ、今日はおネギのスープにします。OK です。じゃあおネギをスープに入れちゃいます。今日はレモンも入れたいと思います。ごま油少々、お塩少々、お塩少々、うん、ちょっと苦いな。いいと思います。スープ完成。シンプルにレモン汁入れた方が良かったかもしれないですね。パプリカ、実家でお父さんが作ってるパプリカなんですけど、今年最後ということで送ってくれました。今日はガパオライスっぽいの作りたいと思います。玉ねぎは半分使います。はい、玉ねぎ OK。 じゃあ具材を炒めていきます。ごま油、にんにく少々、豆板醤小さじ1/2、あーやばい、やばい、玉ねぎ、で、鶏ひき肉 300g ぐらい、パプリカも入れちゃいます。おかえり。なんかすごい本当にいい匂いが、うん、してる。あ、何これ。ガパオムライスにしようかな。遅かったね、今日も。土の勉強してる。あ、奥深いわ。
ほうれん草とかもあって、アルカリ性の土じゃないと育たないけど、その堆肥とか入れていくと、田んぼで稲の後にほうれん草も育てるようになるんだけど、うん、それってでも何年もかけると、へぇ、稲は完全の土で育つから、うん、結構もう何年もかけて作っていかんと、なんかダメって。ちょっと後で詳しく聞くわ。じゃあ味付けしていきます。お醤油小さじ 1.5、 オイスターソース小さじ 1.5、 砂糖小さじ1、胡椒、ちょっと豆板醤追加。ガパオの味が全然わからなくなった。いいかな。で最後にバジル、これが本当はガパオっていうなんとかバジルなんですよね、本当は。あとナンプラーも今日はないんですけど、まあまあよしとしましょう。よし、 OK。 はい、じゃあ盛り付けていこう。卵焼けた？あ、ちょっと焦げちゃったけど。いいね。そう、あんまりいい感じにできんかったけど。そう？はい。最後にバジル。OK かな？完成。レモンの皮の苦味がさ、出ちゃったのよ。おー、すごいね。苦い。苦いやろ。あ、ネギは美味しい。うん、ちょっとこれは失敗したな。ちっちゃい頃飲んでたあの粉の風邪薬。でもなんか疲れ取れるね。薬やと思ってるよ。今日なんかあかんな。あかん。うん、これもすごい不安やもん。すごい美味しそうやけど。あ、でも美味しい。うん、やっぱナンプラーなかったからさ。うん、あ、なかったの。なんとかして近づけようとした感じになったよ、ね。タイに行った気分。でもよう考えたらタイ強くない？トムヤムくんとガパオ。パッタイとかは？パッタイもタイ。結構好きやな。うん。あれ、いや、そんなには食べたことないけどって。結構好きやなって言っちゃった。タイ行ってみたいな。うん、てみたい。まあ、違う、そんなつもりで言ってない。うー。食べたい海外の食べ物。うん、もう聞いてないけど。何食べたい海外の食べ物？ドイツのソーセージ。はー、ちょっと食べてみたい。ドイツのソーセージ。うーん、パッと浮かんだのはね、それが全てよ。なんか食べたいのある？いや、ずっと考えてはいるんやけど。まあでも、寿司なしでしょ。え、どういうこと？海外の寿司ってこと？うん、日本の寿司。なしよ。でも一回ぐらいさ、あの、うん、チーズのさ、うん、ごいし入れるぐらいのさ、なんかこう、こういうチーズで、なんかその、なんか、もう大きい。いや、それ、ごいし入れるやつはちっちゃいの。タイヤぐらいの。タイヤよりはちっちゃいの。え、あれやで、同じやつ、あの、オレンジ色のやつやで。うん、オレンジ色のやつ。ああ、あの、なんか並べて熟成させる。あ、そう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 、あれをさ、買おうって。絶対美味しくないよ、その食べ方。言いたくない。いや、でも確かにチーズいいな。チーズいいよね。うん、スイスとか。あとこういうなんか、生ハムのお肉。あれこう、合う。なんで丸ごといくの全部。美味しくないって、絶対その食べ方。え、嘘？いや、薄くしてこそなんじゃない、あれ。え？じゃあ明日地球が滅亡します、海外の料理で泣いた。もう海外限定、お袋の味とかじゃない。でも海外の料理なら食べれます。うーん、どういう状況？意気揚々と言ってたけど今。うわー、難しいな。中華も美味しいもんね。あー、中華いい。美味しい麻婆豆腐とかさ。あー、激辛で悲しみを消す方法ね。あんま地
救済の手は考えてないのよ。え、何が美味しいかよ。四川料理。ああ、いい。どこかは分からんけどちょっとまた違うけどさ、うん、北極とか、うん、フィンランドとか、うんうん、でシチュー食べてみたくなる寒いとこで。寒いとこでシチュー食べてみたくなる。あんま思ったことない。え、どういうこと？その一番美味しくシチューを食べたいってこと？ああ、いや、そういうのじゃないよ。そういうところでシチュー食べたいない。なんけどな、カレーもいいよな。インドカレー言ってます。いや、まあもちろんイタリアンも捨てがたい。ああ、捨てがたいよ。そんなにコントいてほしいな。なあ、コンニョ。え、いや、わからんよ。日本食は食べていいはず。地球最後の日、あなたはどう過ごしますか？ただし、自分が住んでる国の料理は食べれません。だってな、それ言うてる人。バナナかな、意外と。じゃあ僕はもうフィリピンのバナナです。意外やな。パリとかの美味しいチョコレート。え、そう、美味しいとか言うのはなんかずるくない？俺がって美味しいってつけたよ、それ。じゃあブラジルのコーヒー。おー、目覚ましてしっかりとこう隕石を迎え入れたい。いや、なんか優雅に過ごしたい。あ、なるほどね、うん、俺も一緒。絶対違う。ごちそうさまでした。